あれ、あそこにいない、定位置に。まだ来てないんだよ、これ左にいる。はい、入れたけど、ラインハットが。わし、回復する。あれ、やばい、やばい。やばい、死ぬ。すごい字でこんにちはが見たんだ。やばかった、みんなに囲まれてた。来ました、一人。見て、待って。強ー。俺なんか殺してた、また。やべえ、知らず知らずのうちに。これは誰か入ってる。行かれたか、これ。行かれたっぽい。あ、また勝つ瞬間だったら追ってくるな、韓国人。すごいな、こいつら。マキシマ、行け。頼む。かー。煽ってきた。本当だな、なんか言ってるわ。勝つ瞬間、もう負けるとき絶対喋んない。なんて言ってるか気になるな。もうキワーン。あ、ここな。もうこの後豚に処理される。そう、引っ張られちゃう。ここだ。あ、待って、おい、なんか喋ったぞ。こいつできる。いや、多分こいつこいつ本当に韓国人だわ。ちょっと日本語かじってる。できる、できるわ。バーバーカットの糸切りあるんだけど、うん、何バーバーカットカチッて切る、あのハサミでカット糸切って落とすやつあるんやけど、うん、あれでさ、結構綺麗に切れたのにさ、なんか動画変なとこ撮ってたんじゃん。いやいやいやってなって、やらかした。あー、あのあれカッターついてるやつか。
そう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 、はいはい、勝ったの歯で押して取る、はい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 、やってて、いや取れた、取ったら動画下の方だった、もう景品見てたからなと思って、あれあれ、あ、まあ行けるときは行けんのかな、景品が重たかったらいける、あー、ね、なるほど、うん、糸のテンションがそうパンと張ってるやつがね、なるほどな、確かに軽いより絶対いいよな、まあもう全然もう軽かったらもう無理よ、そうだよね、死なん死なんだもんな、うん、そうテロンってなんかそうそうそう糸押すだけ、いやマジでだ、あれもう俺避けてやる、避けて通るね、あの、ああれを避けて通った方がいいよ、バンガロー降りる、ん、本当だ、だからあのクソもないとこバスだと、ちょっと開幕バス呼んでちょっと蹴散らしてから帰るわ、すぐ殺されるんでしょ蹴散らされる、蹴散らされるもうだって開幕蹴散らさないと取れないでしょ、ここ俺抜くから演じしよう、マキシマ源氏で蹴散らしてほしい、源氏はちょっと面白くない、やだ嘘、もう源氏こそ一番面白いのに、うん、じゃあ任せるわ、うんと、おーおーおお、たまたまいったな、強いねお前、どうした、うん、中身別人、チーター強っ、俺のメイン行くわ、そう俺ねちゃんとあのマイク行く前にパーンって鳴らしとかないでだよね、スナイパー、あー抜けた、抜いてる？抜いたぞ。メインになる、やめて。俺の本当のメインだ。いかつくなったかな。あとマキちゃんあれだってよ。ラインハルトさ、タックルあるよ。うん、右側は弾くんだって。で左側は吸い込むらしい敵。新しいの？なんかそう、そういう仕様らしいよ。へえ。左肩出してるじゃんタックルの時。うん、だから左側が中心でそっちが吸い込む方らしい、そういうことか、そうそうそう、 だからなんか体の半分から右側に敵当てちゃうと吸わないで弾いちゃうんだけど、あ、そう弾いちゃう、これ何なんこれと思ってた、ね、そうそうそう、左側は吸い込むんだって、あれだよね、登れないとこと登れるとこ、マジヒールくれ、あー、あいつ死ぬぞ、ザリア、ザリア瀕死、もう俺らしかいないのか、火力出せるの、いないよ、ナイス、あナイスすぎ、後ろだよ神、これが島田兄弟の連携や、あ、島田兄弟の連携決まった決まったな、こりゃえ、アンナ何乗ると俺、あ、ウィーストンにやったのか、アマゾンだ、え、あいやいやいや、ナナブレだろって負けてんだけど、これは強いな、こっち今日勝ったわよ、マイクちょっとそれひどくない、マキシマがやされて一番嫌な俺ゲームやめるけどハルトが、マジでそれ俺ハルトが一番ストレス感じる瞬間ちなみに最初のデスは私それでやられました、ほんま今大パン仕掛けたから、今日おじさんがね、うん、UFO キャットやってて、このおかしなやつ、うん、
でもうなんか俺が行って、まあおじさん結構取ったから俺も6個ぐらい、うん、まあおじさんに譲ってやってるな、まあ譲っていいかどうかしいけどやってて、んで他のやつ取ってて戻ったおじさんまたなんか両替して取れてなかったから、うわそう、もうお金払うんでやっていいっすかってから、まあ俺の行ってぐらいで全員ずっと言ってて、いやもうこれはかわいそうだわ気まずいねかわいそうだね、取ってあげた、お菓子取ってあげたよ。もうあれじゃないの、お菓子取るのが目的じゃないんじゃない、俺はもうあの取る瞬間が目的だからいやあっちはあっちはいや結構向きになっちゃう、あそう怒ってた怒ってた、いや、まあ、取れない瞬間を楽しんでる人なのかもしれないそっか、申し訳ないとしか言いようがないな。そうそう、いや多分かなりストレス感じたんじゃねえかな。いや、さすがにね喜んでたさすがに、え全然違うとこ狙ってたって。子供用のような反応してたから、かわいい、かわいいな。何歳？俺多分ね50か60ぐらいだと思う。いや結構おじさんだね本当に。うん。